あ、メッセージありがとうございます。今日はライブ放送で返信させていただきますね。まあそうですね、まずは N 国党と今井絵理子さんのことねからお話ししましょうか。実はね、もう3日ほど前だったんですけども、スピードの今井絵理子さんが N 国党からのオファーを受けて N 国党に入党することをほぼね合意してたんじゃないかなと思うんですよ。で、このアクションっていうのは随分何ヶ月も前からなんか行われてたような気がするんですけど、私の勘違いかもしれませんけども、まあでもね、結論として、N 国党に今井絵理子さんが入ることがほぼほぼ決まってたのかなと私も思ったんですけども、意外なことにね、自民党から政務官という流れになってきているということで、まあでもね、その政務官を誘われたら断れないだろうなと思うのと同時に、やっぱりね、N 国党に取られたらまずいという人をね、こうやって、ね、封じ込めにかかったのかなというふうに邪推してしまいますよね。まあでもなった以上ね、小泉進次郎さんと一緒に、本当に国民の暮らしを楽にしてくれるんだったら別に誰がやっても文句ないんですよ。ただやっぱりそうなってないんでね、ずっと。まあ言い過ぎじゃなければ、私は自力で自分の暮らし作ってきましたけども、でもね、やっぱりね、ほとんどはもうこれ奇跡ですよ。こんな暮らしを麻雀の親父からそんな5、6年とか7、8年でね、なんかこうことをなすっていうのは、これほとんどの人、私やってきたから思いますけども無理だと思います。私ももう一回やれって言われたら、あらゆる運とかね、チャンスに恵まれなかったら絶対できないんで、この普通の人が制度このままで何かなそうと思ったら相当ね、難しいんじゃないかなと思いますよね。特に今制度はもっともっと難しくなってきて、法人のことにしても、法人口座にしても、海外の口座にしても、資金の流動にしてもね、普通の人が普通以下にしかなれないような、もう制度でギュッと押し込めてるようにしか感じられないんですよ。特に消費税が上がってきたりとか、インボイスが始まったりとかね、もっともっと恐ろしい制度が今もうどん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 動いてますからね。だから皆さんがこのね、インボイスにしても消費税 10% にしても意識した頃はもうすでに遅いんですよ。遅いけど、それでも私は諦めずに抵抗しようかと思います。どんな抵抗するかって言ったら、これじゃ嫌だって思い続けること、言い続けること、これだけでも十分立派な抵抗になりますから、皆さんもね、諦めて受け入れるんではなくて、なんとかならないかなと。決まった以上はルールがスタートしたらそれに従うけど、従ってるからこそ権利があるんだと、こんなルールはおかしいと、変えろというふうにね、思ったり言ったりすることをやめないでほしいと思うんですよ。最もね、害なのは、下り顔をしたちょっと賢いふりをした人がね、そんなこと言っても無理だよ、無駄だよっていうふうに言ってしまうことなんですよ。よく私も言いますけども、権力者っていうのは団結することができるんですよ。団結することがすごくうまいんですよ、権力者がね。で、権力者は動くのが早いんですよ、行動力があるんですよ。でも権力のない方ってなぜかね、行動力遅いと、しかも団結しないんですよ。権力がない者同士で叩き合ってるんですよ。何やってるんだろうなと思っちゃいますよね。まあ、だから権力者はちゃんとお互いの権力を守ったり擁護したり、まあ、お友達内閣って言いますけども、そういうことをね、本当に結束してやってるんですよ。じゃあ我々もそれに倣って、いろいろ腹の中で思うことはあるかもしれませんけども、協力するってことをね、権力を持った人から学んでいってもいいんじゃないかなと私は思うんですけどね。それからすぐに動くってこと、権力者はとにかくすぐ動きます。我々は遅いんですよ、動きが。なぜか団結もしない、個人に憧れてる割には動きが遅いと。ちょっとね、どうしようもないんじゃない、この勝ち目がないと言いますかね、勝機を全部自分で積んでるような感じなんですよね。はい、それでね、山根さんとミスターマイアミさんのやり取りの中で、やっぱりね、その老いるってことですか、年を取っていくってこと、誰でもね、年を取って誰でも死に向かっていくんですよ。生まれた瞬間に死に向かって生かされていくんですよね。タイムリミットがどん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 迫ってるんですよ。そんな時に若い頃は元気だった自分がね、どんどん衰えていく姿をやっぱり認めることとか、それをね、人に見せることってやっぱり悔しいと思うんですよ。悔しい。でもそれに抗っていくこともできるんですけども、それを受け入れてね、今を最大限楽しむこととか喜ぶこととかできると思いますし、今を最大限こう認めてあげることっていうのはね、できると思うんですよ。だから何をすればいいかはっきり言って私も分かりませんし、これ誰にでもね、正解があるものではないと思うんですよ。でもその時感じたその瞬間瞬間の最大限をお互いに発揮するしかないんではないかなと思います。で、もしね、何かやったことにしてもやらなかったことにしても心に引っかかるものがあるんだとしたら、すぐに取り戻すべきだと思います。まあそういうふうにね、私は昨日山根さんのエピソードを見て感じたんですよ。後悔してしまった、ああやってしまって言ってしまった、それをね、すぐにああいうふうに動画でアップロードすることによって多くの人の励ましをいただけるんですよね。そしてその励ましが、よし、
じゃあもう一回やってみようかっていうふうな、今度は山根さん自身の励ましに変わっていくと思うんですよ。まあ、それでね、またこの前はちょっとやめとけって言ったけど、今度はこっちから誘ってみようかなって気持ちになったのは、すぐに修正できたことだと思うんですよね。やっぱりそれを繰り返すしかないかなと思います、私は。それでね、今回 T さんからお便りいただいて、本当ね、美容命でやってきたっていうところから、だんだん健康第一に変わってきたとね。やっぱり年齢に応じて、やっぱり意識するものが変わってくることもあると思います。私もやっぱり同じですよね。一部ね、少年の頃に憧れたものを今やっとなんとか実現できることもやっぱり一つ二つはあるんですけども、ただね、やっぱり40を過ぎて50を意識した時に初めて見えてきたものに初めて取り組むってものもあるんですよ。今から私も、ね、始めるものが多いです。今から挑戦するものが多いです。うまくいかないかもしれませんし、周りの人がねそれに対して賛同してくれるとも限りません。いろんな意味で戦いです。本当に自分に対する挑戦です。それは終わらないんですよ。要するにね、年を取って老いていっても挑戦する意識とか自分を変えていこうっていう内側から出るものがあれば、少しでもねこの若さってものを取り戻すことができるんじゃないかなっていうふうに感じるんですけどもね。もちろんこれは私がね勝手に思ってるだけで、世の中の真実とかそういうものではないと思います。ただ私はやっぱり自分の人生を精一杯どうにかするのが本当にそれだけしかできないんですよ。他の人の人生をね操ったりとか操作したりとか成功に導いたりとか、これはできません。全然できません。こういうのはそういうのはできませんけども、もしかしてね、私が私自身を構築するのを見て自分でもやってみようかなっていう風な人が現れれば、まあ、嬉しいなと思いますよね。はい、じゃあまた T さんね、メッセージお寄せいただければ幸いでございます。じゃあ失礼します。あ、そうだそうだ、あのね、今ね私ねこれを見てるんですよ。ちょっとこれで分かったらすごいですよ。はい、これ何でしょうか。これで分かったらすごいですよ。これなんですね。プレイボールね、プレイボール。これのブルーレイが昨日届きましたので、今日ねまた一気見しようと思うんですよ。プレイボールの1、2というふうに完結してるんですけども、これがね、前作はその千葉明夫さんのキャプテンっていうね、千葉哲也さんの弟さんで、弟さんも漫画家なんですよね。私が中学の頃野球をしながら、ためになりましたか、ありがとうございます中村さんで、後半の方はちょっとね DVD 紹介なんですけども、私このね野球のアニメが大好きなんですよ。でこのキャプテンっていうやつの続編のプレイボール、ここにはですね、よく言う消える魔球とか変化球とか剛速球とか何にも出てこないんですよ。ただこの谷口孝雄っていう主人公の頑張り努力諦めない心だけが全ての勝利とね気づきとこの復活をもたらすんですよね。それで周りの人とどんどん縁を深めていくって話なんですよ。ものすごくね心が熱くなる話で、この私大好きなんですよね。大好きで何回も見てしまうんですよ。ただね、残念ながらこの作者さんは私が中学の頃に自殺してしまうんですよ。まあ、これについてはまたね、このプレイボールと千葉明夫さんという特集で私の動画でねまたお知らせしようかと思います。今回はちょっとだけお知らせに留めておきますね。これを今見てますよってことでございます。本当に売ってくださった方ありがとうございます。ありがとうございます。